皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は先日オンラインの説明会に参加しました加藤学園行修高等学校についてお話しします。私のイメージとしてはこの学校、給付型の奨学金、これは充実していると、そういうイメージが強いんです。ですからまずコースの説明をした後で、その奨学金について、そして最後に入試について、こういう順番で説明したいと思います。まずコースです。独身コース、これが2つに分かれました。特別選抜クラスと分離融合クラス、この2つです。この特別選抜クラスは難関大学や医学部など、この難関学部への現役進学、これを目指す、クラスです。基本的には一般選抜入試、これでの合格を目指します。これに対して分離融合クラス、これは国公立大、有名私大、この現役進学、これを目指します。こちらでは学校の推薦型の選抜、これを積極的に活用して合格を目指す、そういうコースです。それからバイリンガルコースというのがあります。バイリンガルという名前の通り、英語、これでほとんど授業をやるんですね。ですから入学するために必要な英語力、これは英検2級以上で TOEFL、IBT、これ60点以上、またはそれに相当する英語力が必要になってきます。これはなぜかというと、授業の 75% を英語で行うと、こういうコースだから、こういうクラスだからです。で、基本的には体育と国語以外、ね、数学とか社会とか、そういうものすべて、理科もそうですね、そういうものすべて英語での授業になります。それから高校での募集はしないんですけれど、アルファコース、付属の中学校から上がってきた、クラスですね、そういうものもあります。では、次は奨学金のお話、これに移ります。では給付型奨学金、このお話をします。給付型奨学金、嘆願者受験の人、4つのランクがあります。 A1、B1、C、して運動部小学生、これ4つです。どの小学生も入学金と施設費合計の16万5000円が免除になります。さらに A1 は、実は月払いなんですけど、合計金額で出しています。年額で504,000円、この奨学金が出ます。B1 の人は年額で252,000円、この奨学金が出ます。この奨学金というのは家庭の収入には入らないそうなんで、皆さん安心して利用してください。それから C の人と運動部の人にはこちらの奨学金の方はありません。こちらの入学金と施設費、この免除だけになります。併願者の人にも奨学金が出ます。 A2、B2 という2つのランクです。入学金と施設費合計16万5000円の免除、 A2 の人は年額504,000円、B2 の人は年額252,000円、これだけの奨学金が出ます。こちら上の奨学金の方はですね、運動部小学生を除いて全て内申点の合計がいくつか、これによって決まってきます。では内申点が足りない人、奨学金諦めれば、ね、諦めなきゃいけないのかというと、そんなことないんですよね。こういうものがあります。小学生 SA というタイプです。これは入学金と施設費16万5千円合計でね、これは免除になる。さらに年額50万4千円の奨学金が出る、こういうタイプです。 SA というのは実際の当日の入学試験で優秀な成績を収めた人と、
ね、上位何パーセント、それに入っていると実はこの小学生 SA という資格をもらえるんですね。だから当日の試験頑張って小学生で、ね、この資格を取るといいと思います。では入試の方のお話に移ります。最後に入学試験についてです。入学試験2月1日、これは学科試験です。受験科目は国語、英語、数学、社会、理科。試験の順番も今ここに書いてある順番、国語、英語、数学、社会、理科の順番で行われます。それぞれのテストは50分のテストです。で、受付は8時から8時30分、試験の開始は8時50分になっています。翌2月2日、これが面接の日です。受付は8時30分から9時、で実際の面接試験、これは最初の人が9時15分から最後の人が11時30分に終わるという予定になっています。まあ、受験する人数によってこの2月1日の学科試験の後で面接を行う場合もあるそうです。その場合はその2月1日に面接をする人、あらかじめ、連絡が行くそうですので大丈夫です。いつもだったらこの対面でしたらこの入試の内容、問題、どんな問題、どんな傾向があるかというお話もできるんですけれど、今回はオンラインだったのでそういうお話ができなくてちょっと残念でした。今日は加藤学園行修高等学校、この学校のお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。